皆さんこんにちは。今回紹介するのはポケモンのアニメが放送されてから24年が経ちました。ということでジャリボーイことサトシの川の歴史について今回は振り返り動画を作りました。ぜひご覧ください。まず最初に第1期1997年から2002年に放送された一番最初のポケモンです。こちらの作品はマスラタウンからポケモンマスターを目指すため旅に出るサトシですが、年齢設定は10歳の少年で、当時のサトシの顔がこちらになります。いやー懐かしいですよね。これぞサトシって感じがします。少年の割に芯が固くポケモン思いのいい少年です。続きまして第2期2002年から2006年に放送されたアドバンスジェネレーションのサトシを見ていきましょう。それがこちら。一期と比べると古臭さもなくなり、少し垢抜けたくましく凛々しい姿になりましたよね。でもそんなに特徴は変わっていないことがわかります。ポケモンの扱い方も少しずつ慣れていき、自信を持ったようにも見えますよね。ちなみにこの時一緒に登場したはるかに当時の僕は惚れていました。続きまして第3期2006年から2010年に放送されたダイヤモンド&パールのサトシを見ていきましょう。こちらの作品は僕にとって一番の絶頂期でした。また今年の11月にリメイクも決定しているため非常に楽しみです。その時のサトシの顔がこちらになります。放送されて13年間が経過しているため、いくらアニメといえどサトシの顔に変化が見られてもおかしくない年になるので、作成者もサトシの大人の姿を描き作成したと思われます。個人的にはこの時のサトシが一番好きでした。続きまして第4期2010年から2013年に放送されたベストウィッシュのサトシの顔がこちらになります。この年になってからポケモンアニメをあまり見なくなりましたが、改めてサトシの顔を見ると時の流れを感じます。少し若返り、今時風の顔立ちをしていますよね。ジャニーズにいてもおかしくない顔立ちになったと思われます。ただヘアスタイルが変わっていないところについては安心感があります。続きまして5期2013年から2015年に放送された X&Y の時と、第6期2015年から2016年に放送された XY&Z の時のサトシの姿です。前作の時とあまり変化は見られませんが、最初と比べるとだいぶ変わりましたよね。キャラクターデザインの技術も進歩したため、アニメのクオリティが上がった年になります。ここからは7期と8期のサトシの顔についてお話ししますが、注意です。サトシの顔がここで明らかに変貌します。最初の頃のサトシと比較しながら話しますが、一番の変化はこちらの作品からだと思います。それがこちら。主人公感がなくなり、以前の大人っぽさが消え、少年に逆戻りになりました。普通は長年やっているアニメであれば安定的に描かれると思いますが、こちらの作品からキャラクター作成者が変わり、新たなサトシが生み出されたのです。これは長年見てきた視聴者が見た時に衝撃が走るのも当たり前のことだと思います。あれほどイケメン扱いされていましたが、間抜け顔が売りになってしまったサトシ、今後のポケモンが楽しみですよね。いかがでしたでしょうか。今回はサトシの川の歴史についての振り返り動画でした。皆さんはどのジャリボーイがお好きですか。ぜひコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。あとチャンネル登録と高評価も一緒にお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。